私はシェラエル・グリーンウッド。いろいろあって冒険者になろうと思ってるんだ。よろしくね。大体お嫁さんどう見ても私と同い年くらいでしょ。その結婚したって話、アヤネーにはまだ言ってないんすよね。その前髪気持ち悪くない？ゴミすくって塩素入れたら終わりだから、絞るからシャツ脱いで。でも人気者のあんただって同じように裏から出てるわけじゃない。これは私も人気者になれる人材だという暗示なのよ。やっぱ誰もおらん教室で羽伸ばすのはたまらんね。いや、灰にはならんよ。ものすごい勢いで日焼けするけど。あ、アイドルの時はファンの方たちをステッキで操ってお手伝いしてもらっていたので。それはそうと、お兄様、パンダだって草食獣っぽい肉食獣だよ。そうだよ、竹は食べたいから食べてるだけ。好きなように生きて何が悪いね。というわけでおしっこ飲めたのか。飲まなきゃロッカ君の力がわからないだろう。なんて危機感のないやつだ。ここが地獄ならとっくに死んでいるぞ。嫌味なんかじゃないわよ。あだしのさんどうかした？なんだよ、こっちのセリフだよ。柄にもなくため息なんかついちゃって。あ、ミチェリちゃん、そんなに走っちゃ危ないぞ。カカラサのおじいちゃん、咳が治ってよかったね。おやおや、タタールの実がこんなに立派に。私がホストだからまずはジョーカーを引き受けるよ。はい、ゆめこちゃん。このゲーム私はわざと負ける。この子はね、ブーキチって言うんだ。武器なんだけど喋るんだよ。大事な大事な私の友達なんだ。